旧駅舎、竹松駅は、長崎県大村市地区松本町にある、九州旅客鉄道大村線の駅である。大村駅とともに、大村市内の駅の中では、利用が多く、シーサイドライナーを含めて、全列車が停車する。また、諫早駅方面からの列車の一部は当駅で、折り返すほか、日中に、区間快速として運行される。 シーサイドライナーは当駅から廃棄方面の各駅に停車する。第21海軍航空省への引き込み線があった相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは校内踏切で連絡している。一番ホームに接して駅舎が置かれており、ホーム中央で2本のホームが遮断機付き校内踏切により結ばれる。一番ホームは駅舎から線路に向かって、 右手側に伸び、2番ホームは同じく左手側に伸びており、いわゆる千鳥式ホームと呼ばれる形態である。列車は構内踏切の位置に合わせて停車する。ホームには両ホームともに長さ20メートル程度の鉄製ウアヤが設置されている。2008年3月末にリニューアル工事が終わり、駅舎がコンパクト化され、ホームも多少狭められた。 JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されている。守護課は諫早、長代、長崎方面へのみ利用可能で廃棄方面へは利用不可。ありがとうございます。